ラグランスリーブやカジュアルシャツなど袖山の低い服は先に胴体に袖をつけてから脇を縫います。すると説明通りに縫ったのに脇の下が引きつっちゃったという状態が起こることがあります。せっかく作ったのにこうなるとがっかりですよね。でも大丈夫、それ簡単に直せるんですよ。簡単な修正方法、袖の縫い代のところをほどいて胴体の方に折って縫うだけ。縫い代を袖の方に折った場合、脇の下の縫い代が脇と袖で逆向きになるので引きつるんです。身ごろ側に折るとこのねじれがなくなります。脇の下が引きつるなぁと思ったら縫い代を確認してみてくださいね。この動画の内容は覚えなくていいんです。見てもわからないというのは理解する能力がないからではなく、頭で想像するための材料、情報が足りないだけなんです。だからその情報を増やすためには覚えるのではなく、実際に作業をしながら動画を一時停止して同じように真似をしてみてください。手を動かすのが先です。情報が揃えば理解は後からついてきますよ。もっと洋裁のことを知りたい、いろいろ作りたいという方は洋裁工房をフォローしてね。